はい、どうもこんばんは。いやー、ニコニコ生放送の稲子ってや、稲田幸太郎っていう生主がいるんだけど、ちょ、待ち、コミュニズム3000人達しようとしとんだけど、稲子さん。びっくりだわ。ちょ、目を離する隙に、この人数が3000人。ほんとすごいと思う、3000人は。コミュニズム3000人って言うけどさ、もうすごいよね、3000人とか言っちゃうと思う。本当に。もう、カリスマ？本当は。稲子はもうカリスマのところまで来てるよね、本当に。マジで。もう3000人行くっていうことはもう、やっぱりカリスマの位置みたいな感じで、カリスマ系なまるし。いや、無職ってやっぱね、放送し放題だからやっぱ強いよね、俺と一緒で。無職ほど、ね、YouTube やニコ生で、強いやつはいないよね、正直。仕事してないのにね。そう。伸びるのも早いよね、無職って。やっぱ、稲子が何伸びたかっていうと、すごいハイスペックに、放送時間の長さにあると思うんだよ。6時間配信したら、やっぱ嫌でも伸びると思うんだよね。いや、そこがすごい原因なのかな、トラ分析してるよ。だって稲子のね、動画見ると、やっぱ面白いもんね、キャラクターがすげえ、もう、なんていうかさ、のオリジナリティに溢れてて、もう、才気溢れる才能もあってね、もう神だと思うよ、俺は。